メッサピア語は南イタリア東端のサレント半島に住んでいたメッサピア人が使用していた古代語。紀元前6世紀から紀元前1世紀までの資料が残る。インドヨーロッパ語族に属するが、イタリック語派ではなく、他の語派との関係は知られていない。ストラボン、チリシ6.3、1によるとサレント半島はギリシア語でメッサピア、またはイアピギアと呼び、 土地の言葉では南をサレンティに、北をカラブリアと呼んだ。その北には、ペウケティ人とダウヌリー人の土地があった。一方、ポルビオス、歴史3.88、4は、ペウケティ人、ダウヌリー人、メッサピー人の住む地域全体がヤピュギアであるとする。メッサピア語で書かれた300ほどの碑文が発見されている。しかしそのほとんどは母子名であり、固有名詞しか書かれていない。 メッサピア語はアドリア海の反対側のバルカン北西部で話されていたイリュリア語と近い関係にあるとされることが多い。古文献でも、例えばプリニウス博物詩3.102でアプリアのパエディクリビトがイリュリア人の子孫であるとする。しかし資料が少なすぎるため、言語学的には今のところ仮説にとどまる。ソレートの地図2003年にソレートで メスサピア語とギリシア語で書かれた紀元前500年頃のオストラコンが発見された。ソレートの地図と呼ばれ西洋最古の地図とされる。ただし元作の疑いもかけられている。ありがとうございます。